どうも、山猫です。本日もね、フォールガイズを、ちょっと今日はね、勉強していこうかなと思いまして、まあ、2週間前ほどにアップロードされていたワールドレコードをね、まとめてくださっていた動画があったんで、それをね、ちょっと見ながら今のね、世界記録はどんな感じのルートなのかっていうのをね、ちょっとお勉強していこうと思います。多分ね、世界記録はどんどんまあ更新されていっているので、これの中の動画のやつがね、必ずしも今の世界記録とは限らないとは思うんですけど、まあね、まあかなり近いと思うので、ちょっと見ていこうと思います。では行きましょう。レッツゴー。さあ、最初リリーディーパーですね。リリーディーパーはね、もう常に更新されてるからね。これはどうなんだろうな。なんか、世界記録ではない気がするけど、マジね、最近、なんかリリーディーパーのね、練習を毎日夜やってるんですけど、やってみてわかる。もう、無理こんなんになるにはもう、1億年かかります。いやー、早いわ。綺麗だよね。さあ、2個目。これはあれかな？あそこの、ショートカットを使うのかな？どうなんですか？多分グリッチありなん、どうなんだろう。やっぱそうだよね。ここのショートカット、いやー、しっかり一発目決めている。いや、早すぎる。うますぎる。すごいな。で、ダイブして。いやー、綺麗だよね。なんか、フォールガイズってやっぱさ、強さも大切だと思うけどさ、この、スタイリッシュさ、綺麗さっていうのめっちゃ自分はね、いいなって思います。いや、いいね。いや、うまいな。さあ、ツリートップどうやって行くんだろう。あんま見たことないな。その最高記録とか。こっち行く。右ルートが早いんだね。さあ、これでリリリア、うまく加速してって、うまい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 知らん知らん、そのルート早ー、何それ、早ー知りません。すごいな、綺麗だな。ミスがないからね、本当に素晴らしいです。スカイラインスタンブル。さあ、ここはまあでもそんなにないんじゃないかな、まあ。そこをダイブ入れて、ちょっとあれなんか、まあ、ここダイブはし、ジャンプダイブがいいの、ここも。で、まあ、横行く。最初のところはダイブした方が早い。ダイブしてあれだね。横にすんの早いっていうのを知らなかったですね。じゃあ、これでどうなるのが。まあ、普通にこれ、結構前だね。これ、プレゼント期間だもんね。これ、このイベント。いつだっけ、このイベントがあったの。結構前だよね。さあ、どうなるのか。さあ、まあ、いつも通り、こうやっていって、からの、いやー、綺麗だね。ナイス。そういうことか。まあまあまあ。まあ、これ、お、パーティープロムなの。お、マジ？あ、これあれか。これ世界記録なんかな。まあまあまあ。まあ、そうか。いや、でも、一発で決めてるのがうまいわ。ここもしっかり、いやー、えぐいね。グリッチし放題の。かっこいいですね。ここまで来ると。いや、全然、いや、ここまですんのも、練習すんのめっちゃ大変だと。なるほどね。そこそうやってやるんだ。ジャンプダイブをあそこで入れることで、面白。あそこもジャンプするといいんだ。坂道ね。坂道ジャンプするといいんだ。初めて知ったな。これ横をポーンって行って、ああ、そうだね。おー、うまいわ。なんか今のちょっとあれでしたね。いろいろと、なんか面白いあれがありましたね。ちょっとなんか、真似してみたいなっていう。ここは、まあ、普通に最初はさすがに船、ポンポン行くような。なんか遊んでますね。ビーム縛りでもしてんのかな。ビーム縛り中ですね。まあ確かにビームしてたら負けないもんな、これ。下にいると捕まえたりするから。確かにビームで移動しながら、まあでもビームで逆に死ぬかもしれないけど、上に上がった時にミスって。で、これで上に行って、さあ、これで行く。うまいね。で、さあ、さすがにこっからはまだ行けないでしょ。こっから先はさすがに船待ってからじゃない？バー所とかも。これでもさ、ワンチャンやろうと思えば、あそこのさ、バーうまくさ、ジャンプダイブかなんか飛んで行けますよね。まあ、誰がやるのか知らんけど、いつか出てきそう。ここもショートカットする人。その上のバーでビョーンってあっちまで。そしたら奥まで行けるもんね。さあ、この後の、どう行くんだい？やはりそうか！いや、天才だ！これも意味わかんないよな。これやる人を、どういう神経でできんのって。やっぱこれさ、ほばもの人とか、ああ、どう行くんだ？ああ、うおー、早いですね。
あんな簡単にできるんだ。すごいな。慣れてるんだろうな。なるほどね。いやー、うまいな。楽しいな、こういうの見んの。で、押してもらって。いやー、うめえ。めちゃめちゃうまいわ。これダイブすんのか？いや、ダイブはしないか。まあまあ、うわー、すごいですね。早いわ。いやー、面白い。次は何になるのか。おっと、終わんないですね。お、いた。スピースダーもね、最近、前動画でも出したと思うんですけど、グリッチがめちゃめちゃね、いろいろ発明されたり、あとは、普通に今多分30秒台ぐらいの人がいるのかな？普通にグリッチですね。グリッチ使わないで30秒台ぐらいの人がいるんで、もうやばいですよね。だからグリッチ使って25秒なのに、グリッチ使わないで30秒。どういう、いや、綺麗すぎるよ。マジでどうやってんの？本当に。えぐっ。やっぱ見てて気持ちいいな。いやー、いいなー。さあ、ゲートクラッシュ。これは普通にやるんじゃないか。これで、は、何今待って。知らん。はは何は意味わかんない。過去一意味わかんない。初めて知った。あそこ。え何よ、ショートカット。何あれエグすぎん。普通にハンマー飛ぶ。からの、普通にファンは行く。まず、さっきのゲートクラッシュが衝撃的すぎて、ちょっと何も言葉が出ないんだけど。エグかったね。さあ、これで飛んで、ハンマーでまた飛んで、うまい。そこダイブで行くのもね、うまいですね。綺麗な入射角で。いや、いいですね。気持ちいいですね。ここのね、斧もね、知ってましたか皆さん。3個で、ね、全部スピード違うんで、遅いところからね、行くと、まあ安全に行けるかなっていう。まあ知ってる人がほとんどだと思うんですけど、一応ね。またこれあれだね、なんだっけ、プレゼントがある時のだね。結構前なんかね、じゃあ、この全体的な世界記録。でも普通に見たことないなんか行き方とか、ここでこうやればいいんだっていうの多いから、いや、普通に面白いですね。さあ、これでここもビューって行って、いや、綺麗やなぁ。綺麗やなぁ。いいなぁ。こんなうまくできてね。さあ、ナイス。いや、うまいなぁ。いや、いいですね。さあ、お、ホバーボード。あ、これ左、めちゃめちゃ前のじゃない、これ。いつのだ、これ左にあのさ、ヘキサのシーズン2じゃない、普通に。シーズン2、10月とか11月だよね、多分この。懐かしいなぁ、あの、ヘキサタイルが横にあるの。何でもかんでもヘキサタイルがいっぱいあったやつ。さあ、この人は普通にこっちから行くんだね。どうやったら世界記録になるのか。あんまりちょっとわかんないんですけど。どっかこれもショートカットあんのかな、わかんないな。まあ、最後のブランコのところをなんかいい感じにちょっと早くクリアするとか、そういう感じですかね。どうなっていくんでしょうね。いやぁ、こうやって見んの楽しいな。なんか、いつかちょっとやりたいことがあるんですけど、皆さんから動画を募集して、わかんないよ。いつかその、皆さんから動画を募集して、なんか面白い、なんていうの、面白い動画集をちょっと見ながら、あれを、うまっ。これあれか、あっち行かないのか。ちょっと昔のやつかな。いやでも、待って、これは、ここを縦に行くパターンか。あー、圧倒的ですね、これは。これができる時代か。えぐいな。えぐすぎる。さあ、スピースだ。スピードスライダーだよね、これは。これもな、だいぶ、みんな結構やりますよ。ここのさ、ここの跡があんまわかんないんだよね。ここ入れて、で、あー、なるほどね。いやー、なんかもっとやってんな。いつも自分がやってるよりめっちゃ。どこでいればいいのか、いまいちね、わかんないんですよね。感覚でやっちゃってるけど。もっとちゃんとこういうの見た方がいいですよね。学んだ方が。まあでも、とりあえずしばらくはね、リリーディーパーを、まあ、やっていこうかなとは思うんですけど。そうで、そういうね、いや、早い、うまいわ。うまいって、早いって君。この人誰？早すぎん。いやでもそう、そういう、面白い系の動画もいつか集められたらいいなって思います。いやー、うまいなー。さあ、次は、フルティルト。懐かしいな。フルティルトもね、今、
カスタムバッジの保管庫あるじゃないですか。あれに出てくるけど、結構ぶっ壊れてて、床が変な、なんかめっちゃ傾いちゃったり、やばいんで、まあ、ちゃんとね、直ってね、帰ってきてくれたら嬉しいですけどね。さあ、これもなんかすごいあれがあるのか。でも、この人はな、この人何個この方は、めちゃめちゃ有名な人だよね。この人は何個、ショートカット、世界記録を持っているんだっていう感じですね。だからフォールガイズもさ、マリオカートみたいにさ、一コース一コースさ、ちゃんと一人でさ、練習できるようになってさ、一コース一コースのさ、世界記録がさ、ちゃんとその、なんか1から10人前出たらさ、表示されるようになったらさ、もっとさ、なんて言うんだろうね。そういうのやりたい勢が、燃えますよね。は世界ランカーみたいな感じで、そういうのやってほしいな、普通に。なんか、フォールガイズもね、モスターの人で結構成り立ってると思うんでね。なんかそういう、モスター向けのも、でモスター向けのができることでね、モスターの人のためのができることでそういうのを見て、なんて言うんだろう。あ、やりてえ、自分はやりてえってなってね、みんなが練習したりしてね、多分どんどんなんか、プレイヤー数多くなったりする気がしますもんね。さあ、うまいっすね。さあ、あとな、お、これは全部当てるのか、それともハンマーでいくのか、どっちなのかと気になりますね。これどっち、いや、ハンマーだ、えぐいえぐすぎる、それは。早すぎる。さあ、大ファンか。大ファンのショット。大ファンはどうやるんだろうな。大ファンもさ、昔はさ、ゴール裏に行って、みんなでエモートしたりしてたのが懐かしいですよね。ゴールの裏までね、行けたんですよ。で、ゴールの中にいるのにね、ゴールしてない人たちに向かって、ゴールの手前から手振って、みたいなことをね、よくやってましたよね。さあ、ここまでは至って普通だが、まあ、割と普通な感じで、まあ、ここは普通に走るのを、なんか、ノーミスで行くぐらいしかないよな。まあ、うわ、うまい。なるほどね。からの、あー、最後の方めっちゃテクニックですね。すごいな。さあ、次は、シーソーだね、シーソー。シーソーは、どういう感じなんだろう。なんか、たまにさ、なんでいきなりそこでクリアしたっていうのあるけどさ。あー、これができる時代か。この、なんていうの、ここに触れることで、チェックポイント通過になるんですよね。それで落っこちて、ワープするっていう。でもさっきやんなかったですね。さあ、25、26。いや、早いよ。普通に早い。いいなぁ。シーソーも楽しいよなぁ。シーソーの外役の時代とか、ありましたよね、昔。みんなで元に戻って、いろんな人を落とすっていう。地味に楽しかったんだよな、ああいう時代も。さあ、早いですね。ああ、でも、後ろの人たちも早いね。なるほど。さあ、次は何が来るか。トマトがやってる。この時代お、スライムクライムワールドレコード。スラクラのワールドレコードどんな感じなんだろう。おっと。ガチ？ガチ、そこ行けんの？え？初めて知った。待って。そこ行けんだ。初めて知った。今度やろう。今度練習しよう。で、これあれか。あ、でもどうなんだろうな。この低重力がここにある時代ってことは結構昔だから、あのパネルの威力とかも変わってるから今できないのかな。いや、どうなんだろうな。ちょっと、あれだね。早いですね。これもあれかな。まだ床が滑れない時代だね、多分。床が滑れ、おー、それは、それはえぐい。それは意味がわかんない。なんだこれ、もう一回入ってますね。どういうことよ、さっきの。これさっきと同じじゃない？もうわかんない。バグや、今のは。さあ、これ、狼の人が。わかんないね。いつの時代、今の時代でもできるテクニック、小技なのかがわかんないですからね。ちょっと待って。ここら辺知りたいけど。いや、金ナイトの下かっこいいな。もうちょっとね、自分も金騎士の下にやっとね。たどり着きそうなんで、ちょっと頑張ってね、ちょっと、王冠取らないとなっていう感じなんですけどね。さあ、これも。いやー、うまいっすね。
綺麗に決めて。いやー、さっきの気になるのはスライムクライムの。さあ、あとね、まだね、8分ぐらいあるのでね。この動画は8分ぐらい続きそうですね。さあ、うまいっすね。いやー、綺麗やな。ミスってないな。うまいな。いいな。いやー、いいね。もういいねしか言うことがないわ。こうやってミスんないのはすごいね。一箇所ぐらいミスるような気がしますけどね。一人でやってるわけじゃないしさ。他の人がいる中でね。いやー、うまいっす。ナイス。さあ、お、スピードサーキット、これ見たいわ。これな、最初のところ、あれうまくできるの、いいよな。練習したいわ。なんかさ、今さ、タイムアタックコースがさ、なんだっけ、ツリータップトン、ツリータップトン、ツリートップタンブル。あ、それそういくのか。えぐ。ツリートップタンブル、あとは、リリーリーパー。あと、なんだっけ、スカイ、違う、あれじゃないですか、ショートサーキットじゃないですか。だからね、これも出てほしいし、あと、あれも出てほしいよね、スピードスライダーとか、そういう、どんどんなんか増やしてほしいですね、そこら辺も。なんか3つだけじゃなくてね、せっかくなら。いや、うまいね。いやー、すごっ、うまっ。えぐいわ。さあ、お、バウンスパーティーどうなんだろうな。バウンスパーティーたまにさ、あれやると出てきますよね。保管庫。今でも。で、久々で、あー、懐かしいなーって言って。でも、みんな上手くて、やばいやばいやばいってみんな焦るっていう。やばい、みんな上手いよって。これは何秒台が、世界、またあれだね、シーズンが変わったら、Twitter とかで、いろいろね、YouTube とかでもその、何秒台出ましたみたいな。どんどん更新されまくって。懐かしい、盛り上がってる時代が帰ってくるんでしょうね。懐かしい、フォールガイズの、どんぐらい増えるかね。てかさ、お、これはまたさ、あれ、さっきなかったっけ。これはハンマーでゴールしたやつ。なんかところどころ動画作るの見せてますね。まあ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 。なんだっけ、今さ、新しいの、あ、懐かしいスペースレース。帰ってきてよ、スペースレース、本当に。これやりたいわ、めっちゃ。これ2週間ぐらいしかさ、確か、やれなかったんじゃないでしたっけ。毎回出ましたけどね、あれで、保管庫で。いや、そう、新シーズンってさ、新コース出んのかな、ちゃんと。その、クリエイティブめっちゃ頑張ってるじゃないですか。新コースが出るのかが、ちょっとあんまりわかんないんですけど、どうなんですかね。さあ、ここを入る。で、普通に行って、新コース出たらどういう感じになるんですかね。まあ、いろいろちょっと楽しみでございますね。うわ、うまっ！めちゃめちゃ周期合ってんじゃん。すごいな。いや、うまいね。いや、いいっすね。さあ、お、ドアダッシュ。なんだこれ、いつだっけ。これはいつの、おおおはっはっははは。やばい人いる。えぐい。なんだこの時代。ペンギン。ペンギンがあんなことに使えたなんて知らなかったわ。お、ピクセル、ピクセルだ。うわ、これえぐそうだな。えぐいスピードで終わりそう。ピクセルもさ、もうさ、なんか、久々にやるとマジで苦手ですね。あ、どこだこれって。えぐいえぐい。みんなちゃんとあれだね。この、いい感じに分担できててすごいですね。いや、早っ早っさあそこをやって。いや、めちゃめちゃ早いですね。おお。役割分担がさすがすぎる、これは。もう終わりじゃん。もう終わりじゃん。えぐいな。うわあ、このニックだ。懐かしい。これもね、ないですもんね。ああ、この、おお、すごいすごいすごい。これの時代か。このワープ時代のね。いや、こういうのもなんか、なんもないっていうのはちょっとね、なんか、なんでもいいから、なんか欲しかったですよね。しばらくは。この、魔の5ヶ月、6ヶ月。6ヶ月ぐらいあったんかな ?11 月ぐらいだったよね、あれ出たの。11月の後半だっけ
11月の後半からだから、まあ5ヶ月ぐらいかね、結構長いですよね。いやー。でももうちょっとで、もうちょっとですね。うぇぇ、えぐい、えぐい。うまい、うまい。ハンマーの使い方がうますぎる。プロだ。ハンマーのプロだ、この人。さあ。いや、こんな感じでやりたいわ。マジで。いいですね。いや、こういう動画たまにやるといいかもしれないですね。なんか勉強になるよね、本当に。うまい。ナイス。さあ、お、これえぐいんじゃない？これえぐいと思います。このフルーツパニックは。フルーツパニック、めちゃめちゃ。マジ？あれなくない？ハンマー。うわ？うわ？ハンマー。さあ、ソニックだ。これのワールドレコードはどうやんだ？そっちから行った方が、あ、でも周期合ってない。どうすんだ。あ、でも、なるほどね。おー、早い。あ、これ50点じゃん。50点。あ、でも早い。早いわ。50点にしても早いわ、これの、このペース。えぐいペースだ。あと2点。えぐすぎる。あ、早い。ほぼ、全部出てきたね。自分の前に。さあ、ここはどうなんだ。なんだ今の。なんだ今の。あそこでダイブするといいのか。さあ。ここからはあれかな。普通に円の中をキープするって感じですかね。いやでも、キープするのもむずいよな。たまにめっちゃさ、変な方向に移動していくやつとか、あれやばいですよね。その、気持ち悪いぐらいの変な方向に行くやつ。さあ、おー、これ見たい。パイプドリーム。これなんかすごいあれしそうじゃない？あれ。すごい人とかを決めそうな気がするんでしょう。ですが、どうなんですかね。おー、ここも今定時予感あんまないっすよね。さあ、これで。あー、こっち行く。そこ立てんのすごいな。さあ。なるほど。なるほど、なるほど。いやー、かっこいいですね。いいね、うまいね、いいなぁ。うまいなぁ。あー、この時代か。今ってどうなってんだっけ、ここって。なんかあれか、一個まだプラスであんのか。懐かしいなぁ。わぁ、懐かしいですね。さあ、これもタイミングよく。うまい、ナイス。いいですね。いや、綺麗だわ。お、なんだっけ、ブルブル登山だ。ブルブル登山はどう行くのが世界記録なんだろう。なんかハンマーでさ、一気に上まで行くみたいな。ハンマーない、あ、ハンマーあるわ。これは上まで一気に行くんじゃないか？わかんないけど。多分。行きそう。いや、そうだよね。上まで行くやつだよね。えぐいな。いやー、面白いっすね。この雪玉、ブルブルか、ブルブルも。いや、早い。早いわ。いや、かっこいい。お、ブブルトラブル。これはさあ、え？すごい。めちゃめちゃ面白かったですね。いやー、なんかいろいろ学ぶこともあったし、いや、なんかこれは、まあ、たまたまだなっていうのも、なんかあったけど、いやー、面白かったですね。またこんな感じでね、見たいと思います。ということで、ヒューマンフラット、もしよかったらご覧ください。どうぞ。お、あ、これで4位か。お、あ、いった。お、あ、なるほど、こうやって進んでたのか。あ、なるほど、次のステージ。なんだ馬じゃ、馬がある、おるぞ。馬すかどこだ、あ、汽車、汽車。わからん。わからないっす。で、じゃあ、電波、馬と言っとるから。ああ、なるほど。馬がいいのかと思っちゃいました。ああ、これは？あ、寝ちゃった。おい、起きる起きる。あれ結局どうやって起きるんだっけこれ。あ、じゃあ引っ張れるわ、山猫殿。ああ、やめて。おい。これどこ行けばいいんですかね。わかんない。なんかこっち奥行ける？いや、あ、行けそう。行けないな。あ、これ多分あれじゃないですか。これをと、こっから行くんじゃないですか取り出して。あ、これ入り口か。違うかな。ぽいですね。あ、でも瓦礫持てるもんな。そうですね。これめちゃめちゃめんどくさそうです。めんどくさ。作業員みたいな。ですね。させられちゃう。労働ですね。労働じゃな。時給欲しいよ。でしょ。
え、これ、ここかな、本当に。わあ。いや、どうこんな苦労して違ったら、すごい嫌なんだけど。切腹ですね、それは。切腹ものじゃな。取れない、これ。あ、取れた。どうしよう。あ、これ、取るの難しい。難しいですね。あ、これも開くんじゃないですか。開くかな。やっぱまた、また寝ちゃった、間違えて。間違えて。寝る。まあ、よく寝るんじゃん。起きてくれ、起きてくれ。あ、でも開かないと、これ。引き戸か押し戸かによるよな、これ。あ、なるほど。引く可能性が、確かに、そしたら。そうなんじゃよ。いやー、むずいな。むずい。とりあえず、入り口付近を、どかして。そうですね。ステージ2でこんなに。先が思いやられるゲームじゃな。ですね。なんかちょっとフォールガイストにとって拙者好きじゃけどね。なんかいやまあ確かにこのなんか可愛い感が。なあ。さあ。お、でかいの動画したぞ。ああ、引き戸じゃやっぱ。あ、引いた引いた。よし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 。素晴らしい。なるほど。おー。おー。なるほど。え？どこだ？暗い。暗いですね。暗いよ。いけんのかな？え？え、いけない。いけない。ん？どういうこと？あれこっち道ない？あ、こっちちょっと、あれ、うん、あこっちも。え、どこだ今行き止まりじゃん。あれどっか行っちゃいました？あれ山猫だの？あ、なんか。おったおった。奥あるわ、そっち。なんか進んでますよ。え、これなんか、光とかないですかね。何も見えないですね。何も見えんわ。山猫殿の頭だけなんかめっちゃ光っとんぞ。え、これ今どこっすか？え、何もわからなかった。真っ暗じゃん、真っ暗じゃん。ちょっと戻った方が良いんじゃない？もしかしたら。どうやって戻ります？な、こっちじゃ。どこっすか？こっちじゃ。どこっすか？こっちじゃとしか言いようがない。自分見えてます？いや、もう見えなくなっちゃった。もう、自分の画面真っ暗で何も見えないっす。私はかろうじて光が見えるところにおるけど。おい、こっちじゃ。何も見えなくなっちゃいました。こんなん嫌じゃ。どこだ、これ。やばい。無理だ。こいつすいません。積んだ。拙者も行った方がいいんかな。でも拙者も行ったら、いよいよ終わりそう。自分の頭って常に見えてました？いや、もう、なんか光んなくなっちゃった。ああ。どっか行っちゃいました。ちょっと待って、じゃあ拙者、外からなんか。あ、お願いします。探ってみるわ。なんだ？え？何も、もう画面真っ暗で何も見えない。それは罪じゃな。あ、なんか見えた、なんか見えた。え？自分の頭が見えます。ああ、ほら、光るじゃろ、やっぱ。あ、ここ登れるぞ。こっちにもドアがあるわ。え？あ、ここにもドアがある。なんか自分の頭だけが見えますね。ちょっと待ってくれ。あ、間違えた。これ多分寝ちゃった？間違えた。なんで寝んじゃ、貴様。四角ボタンを押す癖が。まあ、あ、フォールガイズ。確かに。やはり。どっち行けばいいんだ、これ。モサの癖が出とるな。しまって、ここにも扉あるから。明るくこれ違うんか。なんかどっかで電気とかつけるんですかね。そうかもしれん。それがあればワンチャン解決だから。拙者だけどんどん進んじゃってるけど、これ大丈夫かな。これ全部カットですね。困った。ちょ、画面真っ暗ですね、無限に。あれ、あ、これ登れるな。どういうこと？山猫殿助けるためにめっちゃ奮闘しとるけど、拙者。でも。どこが繋がっとんじゃろ、そこに。ちょっと待ってくれ。なんかもう、本当に、これ多分戻れないですね。拙者的には、出口がもう一個あんじゃねえかなって思ってんじゃけど。いや、絶対なんかありますね。ここ、なんかミスってますね。なんかミスっとるわ、多分。本当に真っ暗でもう画面ついてないと変わんないですかね、これは。え？あ、でも、ないわ。ちょっと今だいぶ進んでみたんじゃけど。あえ？戻ってきた、戻ってきた。あ、戻れた？戻ってきた、戻ってきた。奇跡、奇跡。やった。え、どこいます今。拙者いっぱいこじ開けちゃったよ。山猫の助けるために、勝手に全部クリアしちゃったやもん。え？どこっすか？あ、なんか、階段が。じゃあ、ここじゃよ。どこだ？あれ？どこ行った？山猫殿。あ、いた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 。あ、こっちこっちこっち。おいおい。こっちじゃ。よいしょ。どこだ？あ、あ、ほんとだ。今の手じゃ、山猫殿助けるために。全然。運動しとったらもう全部クリアしたわ。
電波開けとるでしょ。え、なんもないですかね。あれなんじゃったのあっちは。え、わかんないです。でもなんか、絶対あの先ありそうな感じでしたよ。あ、寝ちゃった。なんで寝んの。ちょ、ダイブ押すタイミング。あ、でしょうね。ちょっと、あ、そっか、ダイブ押しちゃうな、確かに。ダイブ押す。ジャンプダイブしてしまう。そう、そうなんですよね。ジャンプダイブしちゃうんですよね。しかも、これ、起き上がり方、ようわからんな、確かに。ですね。あ、いけた、いけた。ジャンプかな。なんかないんすかね。で、多分、そうそうそう。これ、あれかな。一人が押して、一人が乗っとくみたいな感じかな。ああ、ありそう。あ、あ、そうじゃないですか。あ、そうかもしれない。いけそうですね。じゃあちょっと乗ってくれ。乗ります、乗ります。ああ、なるほど、天才ですね。こういうあれじゃな、協力プレイのやつじゃ。確かに、ありがとうございます。おお、いやいやいや、ああ、いけたいけたいけた。おお、はい。一人が行けば良いんかな、これは。どうなんですかね、これ。来れないですよね。来れないわ、拙者。え、どうしよう。え、どうしたい。寂しい。一回進んでみますね、じゃあ。うん、頼むわ。あ、なんか、あ、階段で上行けそうですね。うんうん。うんうんうん。で、なるほど。あ、でもやっぱこれ、ん？ん？わかんないな。いや、でも、うん、動かない。え、なんだろう。全然わかんないですね。これ、二人だったら運べるとかあるんですかね、そういうの。あー、なんか重たいものがあるのか？なんか、電車が突き出してたじゃないですか。うんうんうん。そこの電車を多分、引っ張らないといけないのかな、これは。あんなでかいものを。そうなんですよね。どうしたらいいんだろう。侍さんが、こっち、とりあえず、じゃあ拙者もちょっと一回電車のとこ行ってみようか。ちょっとお願いします。なんか拙者が落ちて山猫殿が引くみたいなあるのかな。どうやんだろう。定時2からこんなに難しいのか。むずいですね、めちゃめちゃ、うん、めっちゃむずいな。全然わかんない。あ、今、うん、あ、なんかあるぞ。拙者今汽車を押してるけど、なんかまたあれあります、あのやつ。リモコン？リモコン。また英語始まっちゃう。拙者が聞いとかんと、これ。ちょ、これあれだな、言語変えるか、一回。じゃあ。ああ、それじゃ、それじゃ。よいしょ。OK。あ、できました。よいしょ。寂しいな。柱を掴んでコンテナ車の上を歩いてみよう。柱を掴む。あ、ああ、なるほどなるほどなるほど。おお。ってことは、ちょ、わかりましたわかりました。なるほど、そういうことか。いけそうか。ちょっと今これで。あ、おった。うん、サムラさん。はあはあ。あ、むずい。待って、ちゃちゃちゃ。え？ムーンウォークしとる。これで電車が動くんですよ。おこれで動かす、多分。あー、なるほど。よいしょ。ムーンウォーク。これ見とるからめっちゃ面白い。ムーンウォークした。これで、あー、こうして、あ、いけるいけるいける。なるほど、なるほど。やった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 。面白いの、確かに。ぴょーん、いけた。ぴょーん、よっしゃー。ありがとうございます。やった。いやいや、ありがとう、ありがとう。すごいわ。いや、これやっぱ一人じゃダメなんですね。そうじゃね、二人で行かねばならんと。ですね。あ、ほんとだ、汽車あるわ。ほんとだ。え？え、多分なんかこの汽車を、うん。あ、いや、でもそうだよな。これ弾けるんですかね。一回ちょっと二人でやってみません。うんうん。あー、動かないか。全然ダメじゃですね。どうやんだろう。
あ、でもどこに行けばいいんじゃ、これ。この汽車も、あれか、一緒に乗って動かせばいいのか。ああ、そうだそうだ。あの技がな。ですね。この技面白すぎる。本当だ、見てるの。なるほど。ああ、これで使っていくのか。あ、そうじゃね。ああ、なるほど、なるほど。あ、もういけるわ。ですね。面白いですね。いや、面白いな、これが。来た。ナイス。ナイスじゃ、ナイスじゃ。やった。もうゴール、あ、ゴールじゃないこれ。ゴールですね。わあ。おお。あ、お先どうぞ、お先どうぞ。あ、ざざざす。やった。やったー。イエーイ、これ落ちればいいですかね、また。そうだね。落ちろ、ほら。おー。